お知らせを設定するには、ここの、これですね。歌手出演通知。出演通知を受け取る。端末の設定画面からアップをタップして、 NHK 紅白アプリの情報画面で通知を表示にチェックが入っていることをご確認ください。アプリの、どこだ？これの通知、これですね。これが通知の瞬間表示を許可はなってるんだ。現在の画面で特定の通知をスライド表示か。スライド表示ってこう画面上にピーって出てくるっていうことだのかな？よくわかんないな。優先通知。これオフになってんだけど、これ何かっていうと、通知を表示が優先する通知のみに設定されている場合でも、このアプリの通知を鳴らす。つまりこれを言ってんのかな？通知を非表示へのアクセス。だけどここでまだリクエストしたインストール済みアプリがないんだよね。なので設定しようがないので、ここでオンにしたところで意味はないっぽいんだけれども、一応オンにしておきますか。もちろんこれオンにしちゃったら通知来ないので気をつけてくださいね。とりあえずこういうふうに設定しておきますと。で、さっきの画面に戻りの出演通知をオンにしておくと、出演の数分前に通知されます。で、これ赤組、白組。それでスペシャルっていうのもあるんだ。歌唱時だけでなく応援など、そうなんだ。バナナマン、タモリ、マツコ・デラックスが出るんだ。へえ。じゃあ、愛を通知してくださいっていう場合は、これを押すのかい？こうすんだね。回線の混雑によって通知がされなかったり、遅れたりする場合があります。はい。ですね。これめんどくさいな。すべてオンとかできればいいんだけどね。ついでだから、通知するのと一緒に、放送の音声もね、流してくれるとありがたいんだけど、さすがにそうはいかないわな。視聴率に影響しちゃうもんね。